やっちゃうよ、ラジオの SO で今日もやっていくんですけど、今日はね、これラバクローンですね。でこれ俺今330ぐらい落ちたんですけど、世界10位でね、展開に到達したのでね、その全盛期のねリプレイをね解説していこうかなと思います。今ちょっともうとりあえず俺マルチ潜りたいんで、クランにリプレイをいっぱい貼ってね、動画中にねどれ見ようかなって、あーミスったどれ見ようかなってね、こうやって用意しておいたんですけど、いろいろってことで、いろんなデッキありますね。 2.6、 まあ 2.6 は大事だな、勝ち方。あとはインフェルノタワーも勝てるし、迫撃、あとはヤキちゃん、しばき上げ、まあクロスと、あとまあ剣詰しですね。もう有名人だらけなんで、とりあえず2倍速でね解説していこうかなと思います。ポイントだけいきたいと思います。ってことで、とりあえずはどうしようかな。とりあえず26から、このルーカスゲーマーって人はノバの人で、めちゃくちゃ 2.6 とかクロスとか高回転が上手い人ですね。マルチやってる人はもうルーカスっつったら、あの人ねって分かるぐらいの有名な人ですね。で、最初にポイントだけ解説していくと、攻めに必要なカードがあるんですね。まずラバー、ケツラバーをします。で、一番強い形はベビドラ、ランバーでクローンかけることが一番良くて、なんでそれがいいかっていうと、単純にランバーも火力あって、ベビドラもまず、ムレキを溶かせるんですよ。で、頭にそのザップとか落としても、ラバのクローンのやつがバーンって弾けるんで、早めに呪文を打つことができ、もうできないということで、結構ね、すごく強い形なんですね。ただ、ケツラバしてから、ベビー、ランバー、クローンって、18コスかな使うんで、ちゃんと逆サイを捨てたり、相手が攻めれないタイミングでやる必要がありますね。ってことで、それをね、意識して、見ておいてもらえればなと思います。とりあえずは、なんで、攻めにいらないカードがあるんです。そこで、相手が5持ちには、まず、ホバー使わないんですよね。そう、相手が5を切ってからじゃないとホバーさせないんで、言うてクローンして、相手が焦って5を出したところに、このホバーを使うぐらいなんですよ。だから言って攻めにいらないカードは、コウモリ、縦付け、ホバーが基本的には使わないんですよね、形を作るのに。なんで、ここランバーをして、クローンかけます。はい。で、まずランバーのクローンのレイジが落ちる。で、雪玉を適当に投げる。はい、削れます。はい、 OK ですね。で、ここで、とりあえずケツラバスね、もう一回、まあ、逆サイは捨てられてもいいかなと思ってたんで、まあ、これ5を切ったんでホバーで守っていきます。でもって、ケツラバスね。で、相手は本気で守りに来ますね、ここは。なんで、ベビドラをつけの、ランバー、クローンですね。ババンっつって。はい、クローンかけます。で、この5を、もう5巻き込まれない位置にホバーを投げる。これが強い。で、はい、降ります。ケツラバー。っていう感じで、もう単純作業なんですよ。展開の上に行ってる、そのプレイヤーと戦う時にも、この単純で勝てるんですね。だからまあ、チンパンなんですよね。要するに、勝てるには勝てるっていうか、頭使うには使うんですけど、そのもう本当に、強い形を作るためだけに頭を使って、もう作ったらあとは祈るだけっていう。作ってクローンかけて祈るだけです。あとは。なんで、祈ってるだけで勝てるデッキですね、これは。なんで、どんどん行っていきましょう。次、インフェルノタワーですね。ててーんですね。インフィルノタワー、これも、ラバー、ベビドラ、インフィルノタワーきつくて突破できないって人も中にはいると思うんですよ。ラバー、ベビドラ、ランバー、クローンを、意識することがマジで大事です。ので、いきましょう。とりあえず、雪玉ですね。いらないんで。手札に、ランバー、ラバー、ベビドラがあることを確認し、ラバーですね。ケツラバで、これは、まあ、ベビドラだけで守ろうかなって感じですね。よいしょ。よいしょと。よいしょと。いった感じで守っていきます。で、耐えるんかな？耐えます。で、ファイボがないんでね、この相手には。とりあえず、ホバでインフェルノタワーを削っていきます。はい。で、ここでなぜクローンを打ったのかっていう、若干ね、無駄なクローンに見えるんですけど、次この落ち着いた時に手元にラバーが残るようにしなきゃいけないんですよね。だから、ラバが結局は今のクローンって相手が呪文とアイゴレを持ってるから打つ意味極論ないんですよ。ないんですけど、ラバを手元に回さなきゃいけないんで、クローンとか雪玉とかコウモリとかコストの低いカードで、この攻防が落ち着いた時にね、もう一回ケツラバできるように手札を整えたいんですよね。なんで、若干無駄に見えるようなクローンだけど、何もない時にね、コウモリとか出すよりはマシなんで、こうやって打っていきます。で、コウモリ
でとりあえずこういう感じでやっていって、はいはいはい、なるほどねと、最初は若干不利に見えますねという感じで、ただね、こっからですね、まあ、とりあえずコウモリ出すんだっけな、コア確かとりあえずコウモリを出した気がする。2倍速でいきましょう。まあ、いっぱいリプレイ見たいんでね、ちょっと2倍速でいきたいと思います。とりあえずこれは、まあ、解説動画なんですけど、形の作り方だけね、見てもらえればなと思います。ってことで、とりあえずコウモリ、強いコウモリ、これが。で、クロンですね。ランバーが火力を出してくれるという感じで、このランバーが強い。強いですね。めちゃくちゃいきます。めちゃくちゃ西もしますね。でこれで、コウモリしかないんで雪玉を投げていくと、アイゴレを切ったら相手がね、最前手は本当は今アウトローでも受けられたんですよ。ただホバ単体をアウトローで受けるのはもったいないんで、相手の最前手はコウモリなんですね今。だから端前ホバをして雪玉を投げて、とりあえずあの200のタワーを打っていきましたね。やっぱ雪玉は呪文が雪玉しかないんで、その200っていうのがすごく遠いんですよね。そうそうそう、なんでこうやってやっていって、ケズラバですね。とりあえずケズラバで貯めていって、相手がね、ファイボとかないんでね、このホバとか後ろにいっぱいつけて、ベビータつけて、クローン。もう雪玉とか打たんでね、クローンで守ります。はい。で、火力高いのをぶっ放していって、あとはもう祈るだけ。足して祈るだけゲーミング。ってことで、はい、俺で GG という感じですね。はい。形を作るだけなんですよ。あと、相手が大型呪文なかったら、後ろにホバもね、一緒につけちゃって大丈夫です。ただ、ファイボがあるんだったら、さっきのね、あの 2.6 戦みたいに、こっち、端っこに、そのランバー、ベビドララバーを固めて、真ん中のね、端ギリギリに、ホバーを出すと、ファイボーをね、ホバーに打つか、その軍、大量のね、細けえのに打つか2択になるんで、どっちに打たれてもどっちかが生きて美味しいっていう展開を作れるんですよね。なんで、2倍入ってからが勝負ですね。今みたいに最初はクソ劣勢だったんですけど、一発、まあ、読みを決めれば、楽勝で勝てるって感じですね。で、あとは、迫撃はそんなにないから大丈夫かな。クロスですね。クロスいきましょう。よいしょ。これも、相手のクロスは、最近ね、動作に出してくる人が多いんですよね。だから動作に出してきても動じないことが大事です。なんで、手札はまず、ラバ、ランバー、ベビドラの形にしていくために、適当に、このいらないカードたちをね、回していきます。はい。ここはちょっと渋かったかなって感じなんですけどね、もうこの時点で、はい、負け。っていう感じが漂ってると思うんですね。はい、開幕1本おられます。この悲しみね。この悲しみを背負ってる人にしか分からない悲しみがあるんですよね。ということで、ここからケツラバ行きます。ケツラバ行きます。で、ケツラバするタイミングとして大事なのが、攻められてもいいんですよ、極論。攻められてもいいんですけど、ちゃんとベビドラとランバーとクローンが手札に回るようにして、だから今俺ケツラバしたのは、ネクストにランバー見てるじゃないですか。だから、今ケツラバしたら、ランバー切ってから何枚切ったから、次もう1枚ベビドラ来れば、ランバーが回るなと思ってケツラバをしましたね。ドンということで。これは、はい。はいと、ベビドラつけます。もうホバーとか出さんです、これは。もうベビドラとラバーだけで溶かします。で、ランバーをつけ、クローンするだけ。あとは祈る。祈るだけで勝てます。祈ります。祈りましたね。祈りが成功しました。という感じで、5相手が焦っていく。はい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 。という感じのサンクラですね。本当にね、序盤折られてもいいんですよ。アドさえ取れば。序盤折られてもいいんで、強い形を作ればいい。で、皆さんに、ね、一つだけ言っておきたいのが、これ展開付近のリプレイなんですよ。だから、まずね、多分僕の動画見てくれてる人は、取る4000から5000の人が多いと思うんですね。だからこの動画を見て、よし、じゃあこの俺の立ち回りを真似して、この真似をしようってなったら、間違いなく勝てると思います。その、同じレベルであればね、相手が格上とかだと、ちょっと厳しいかなってなる場面があると思うんですけど、俺のそのトロタイでも、このラバーを作る形だけを考えて、クローンかけてるだけで、インフェルノタワーにもクロスにも勝てるので、もうそれだけですね、マジで。俺が意識してることはそれだけです。ヤキちゃん、これね、オーブンロイじゃね、ほんと9-1で相性がいいですね。だから10戦やって1回負けるかな、ワンチャンぐらいの相性ですね。なんで、ヤキちゃんを分からせる動画なんで、ただヤキちゃんを分からせる動画です。ってことで、もうね、この、俺、クランが、これ、ラバクロ P やってくるんですよ。で、ラバクロン、ヤキちゃんも、自分がロイ使ってて、ラバクロが一番相性悪いデッキって分かってるんで、もうこのラバクロ P やってみて、本当にラバクロかなって思って、俺がコウモリ出した瞬間、グッドゲームをしましたね。ってことでね、これはね、本当に相性がめちゃくちゃいいんで、4倍速で見ていこうと思います。こうですね。とりあえず、ベビドラでクロンかけていって、相手はライトニングなんで、ね、このね、遠くに出されたフォアとか超鬱陶しいんですよね。って感じで、はい、という感じですね。で、これもう一回、ケツラバスね。まあ、2倍速でいっか。4倍速だと早いし。で、これ、ロイ来るかなと思ったんですよ。はい、来ましたね。来ましたんですけれども、ここはね、ベビドラ、
ナンバーかな、先につけない。ベビーダラつけて、ホバだけで守ります。これがね、いいんですよね。このホバ、このホバにはだけにライトニングを打たなきゃいけないですよね、相手は。なんで、これはね、もう、でこれで、キュローンかけるという感じで、あとは溶けますね。勝手に溶けてくれます。で、もう一回、ケツからホバを出して、相手が何も出せない、ロイジャイとかね、ちょっと出しにくい形を作ってから、ケツラバ。そうですね。まあ、ケツからホバをね、出しておくだけで、相手は基本的には、その、ベビーダラとかを出してから、ロイジャイって形を作るんですけど、ホバがいたら、その真下にロイジャイ出しても、ダメージ食らって溶けちゃうんで、相手も出しにくいんですよね、めちゃくちゃ。俺も出されたら嫌なんで、先にいらないホバをポンってぶん投げて、守るって感じですね。で、これ真ん中にランバー出して、クローン。で、あとはホバを足して、真ん中に、コウモリとかね、いっぱいメガゴヨミのコウモリとか足してって、GG という感じで、最初ね、こうやって1本折られてね、いやちょっと不利かなって思っても、ね、ほんと、いらないカードだけをね、適当にパンパンパンって切って、相手がね、攻めにくい形を作ってっていうか、まあ、ホバ出しただけなんですけど、ホバを出して、それで、ベビドラ、ランバー、クローン。この形、マジで強い。展開で通用するんだから、絶対にどこでも通用します。はい、もう先に言っておきます。ということで、ラスト、剣中飯。あいよー、剣中飯です。今日もね、これ、勝利をやっていきたいと思います。って感じでいきたいと思います。よいしょ。はい、って感じで、これはね、じっくり1倍速で見ていこうかな。じっくり1倍速で、あ、でも最後の迫撃もこれ解説できそうなんで2倍速でいきましょう。長すぎるとね、またパソコンのあれで動画が死んじゃうんで、短めにね、巻きでいこうかなと思ったんですけど、とりあえずこうですね。はいはいはい、という感じで、とりあえずこの防衛を適当にしていくと。で、スケラ相手はポイズンは打ってくる可能性があるんで、絶対にホバとコウモリが一緒にポイズンかけれる位置に出しちゃいけないですね。だから俺はホバを基本的にはキング裏から出して、ポイズンを打てなくするですね。で、コウモリを端っこに出して、どっちかにポイズン打ってもどっちかが残るっていう、これがね、大事ですね。クラロワにおいてどっちかに打ってもどっちかが残るっていうのが大事。はい、出していき、オーブン来ます。あ、ちょいだるだなと思うじゃないですか。ちょいだるだなと思うんですけど、甘い。ポイズン切ったばっかなんでね、コバを出してキロン、はい、出すだけ。 OP で手札回しにつって、雪玉投げたらめちゃくちゃいい雪玉だったっていうねそう、ラバが回ってこないんで、手札回しにつって雪玉投げたんですよ、適当に。そしたら今のでめっちゃ持ってったっすね。で、ケツラバっすね。あとはどんなにスケラが来てもユニット重ねてカウンターできるんで、こうやって相手はこうやってユニット重ねてたらスケラ打てないんですよね。もう死ぬだけなんで。はい、この位置にポイズンからない位置にホバを出すという感じで、はいはいはい、 1-0 で勝ちますよという姿勢を見せていき、はい、ベビドラ、あー、出しにくいね、出しにくいねっつってね、ポイズン食らわないんで、絶対に最後1000ポイズンしてくるんで、ランバーとかベビドラはポイズンに強いんですよね。だから呪文打たれても強いやつをちゃんとスケラの防衛に回すという感じで抑えていって GG という感じですね。はい、ってことでラスト迫撃は、まあ、ちょっと1倍速で見ていこうかな。よいしょ。序盤は2倍速でいいかな。解説本当に大事なポイントだけ、基本的には本当に手札回しで絶対にラバー、ラバランバーベビドラクローンかけて、あと1枚ね回さなきゃいけないんで、そこをコウモリを足すか、雪玉を投げるか、そこの託すね、本当に。それかエリが余ってるんだったらホバを足すかですね。で、こういうのはもう無視ですね。本当にタワーが折れるぐらいじゃなければ無視でいいです。で、適当に、はい、ベビドラつけてランバーつけてクローンかけます。はい、で、手札回しの雪玉打たない、打てばよかったのにね。はい、ということでコウモリ受け、いいですね。で、これで手札回ったんで、もう一回ラバーですね。これ無視ですね、こんなん。あ、じゃあ、ファイボ切ったからホバで対応するんですね。まあ、ホバは攻撃に使わないカードなんで、守れるときは、ホバだけで守れるときは出します。例えばですけど、ファイボクロスが、ファイボ切った後なのに、攻めクロスをしてきた場合に、ホバをね、出すと、相手は絶対ホバに届かないんですよ、攻撃が。そう、事前に入り込んじゃうんでね、メガゴとか出しても。守られちゃうんで、相手は絶対何もできないんでね。そういう時はホバを出して、スパイボ切ったホバを処理するユニットがなくて、相手が攻めてきた場合のみ、ホバを出していいです。で、これ出していって、まあ、若干食らうんですけど、はい、という感じで、これ、無視していきます。雪玉打つんだな、ここは。はい、雪玉打ちますね。まあ、雪玉だけで防げるなら、こうやってね、雪玉、俺が2コス出したことによって、このギャングを引き出すことができたんで、はい。で、つけて、クローン。
クローンかけていきます。であとはコウモリつけてよいしょっと打っていき折っていきます。でもう一回ラバスね、ドン、あ、ホバだ、ファイボ切ったからホバだ、そうそうそう、でこれ縦線で釣っていって、はいラバ、そうファイボ切った後にさっきみたいにそのロイジャイ戦、焼き鳥のロイジャイ戦もやったんですけど、今みたいにファイボ切った後にホバをねドーンって垂れ流しておくだけでめちゃくちゃね、今ね本当はこの時点でケツラバしてたら絶対1000は食らってたんですけど、あの500ぐらいしか食らってないんでね、あの本当におすすめですね。ファイボ切った後のホバドーンと、あとは攻めの形ビビドラ、ランバークローンという感じで、このホバをね適当に投げていって、はい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 という感じでね、ちょっとねあの相手の防衛がうまいんですけど、てかもともとこの相手うまい人なんでちょっとねやられ気味だったんですけど、はいはいはいという感じで、とりあえずホバですね、ホバを切っていき、ケツラバドンと、で縦スキはまずキング寄せで受けていき、ギリギリ苦しいがよいしょという感じで、はいそうですね、で真ん中アウトロー来そうだなって思ったんでちゃんと構えてました防衛で、でこれ守ったんで、最後ですね、ここでクローンかけてキングを狙います、ドーンという感じで、割とね迫撃にもね勝つことができるんでおすすめですね、ラバクローン。この短時間でね6本ぐらいリプレイを見せたと思うんですけど、自分でねもう一回見たいところがあったら6本もあるんでね、巻き戻してね見てもらえればなと思います。ということで、まあ、大体今の環境多いデッキですね、紹介していったのがバルーン、迫撃、ホグ、ロイジャイ、クロス、スケラスね。で本当に何だろう、今シーズンヤキちゃんも展開いってるんですよね。はい。で、ルーカスも行ってます、絶対に。はい、6500ですね。で、この人も確か行ってた。で、この人は分からんですね。行ってますね。ってことで、展開でも通じる、本当に展開に行くってことは、で、しかも今の展開って、世界20位とかなんですよ。ってことは、本当にトップクラスなんですね。世界でもトップクラスのレベルの人にも、このね、ラバ使いたての僕でもね、使えるってことは、皆さんでも絶対に使えるんで、ぜひね、真似して使ってみてください。ということで、今日は辺で終わります。ご視聴、あっしょ。